ここは空の上にあるウサギたちの町、ラビットシティ。今、かつてない危機に直面している。今この町が少しずつ地面に近づいていることをご存知ですか？つまり、この町はいつか地面にぶつかって墜落する恐れがあるのです。と、突然難しいことを言うのは学者のウササカ先生。そうでしょ。お？そんなに困ってるのかい？と、いきなり出てきたのはエンターテイナーのウサギリジョー。ウサギリジョーさんではありませんか？いや、僕大ファンなんですよ。照れるな。そういえば、なんでここへ？いや、僕はエンターテイナーとして笑顔を売る仕事をやっているんだ。君たちが困っているようなので、それをエンターテイメントの力で解決したいと思ったんだ。そうなんですよ。実はね、この町は少しずつ地面に。それ知ってる。話が早いな。それでは解決よろしくお願いします。へい。さて、約束してしまったがどうしよう。そうだ、風船いりませんか？風船ください。何個いる？100個程度。はぁ？ありがとう。手を離していいよ。はぁ？